Two strikes to 大谷翔平への賛辞が止まらない2013年のナショナルリーグ MVP オールスター5度選出のミルウォーキーブルワーズアンドリュー・マカッチェンが大谷について語っている 現地時間17日、米放送局、FOX スポーツのポッドキャスト番組、デンバーランダーが MC を務める、フリッピンバツポッドキャストに出演したアンドリューマ・マカッチェンは、投手大谷について、打者であることが彼のアドバンテージになっている。打者が何を考えているのか、それを理解した上で投げられるからね。大谷の二刀流に関しては、見ていて本当に驚かされる。ただ、 開幕からほぼフル出場しているのは心配だ。願わくば二刀流を長く続けてほしい。そのためには自分の体に耳を傾けてほしい。彼は試合に必要不可欠な存在だが、まず自分のことを考える必要があると思う、と指摘した。大谷翔平。今年もオールスターの主役になれるか。MLB 公式サイトは15日。 日本時間16日に、クレイジーだけど、正当性のある2022年オールスター投票、と題し、エンゼルスのマイク・トラウト外野手や、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手ほど確実ではないが、出場すべきと考えられる選手をポジションごとに独自に選出した。アメリカンリーグの DH 部門でエンゼルスの大谷翔平投手を挙げた。オールスター戦は7月19日、 同20日にロサンゼルスのドジャースタジアムで開催される。同サイトは、大谷は彼の MVP レベルにはまだ達していないが、それでも打者としては13本塁打と、OPS プラスが130。投手としては防御率3.64で奪三振率11.88。大谷は DH としてスタメン出場し、ナショナルリーグトップのエースと対戦した後でマウンドへ移動し、 最高の打者らと対戦できる唯一のオールスターだ、と断言した。人気投票の側面が強いとはいえ、ライバルのアストロズのヨルダン・ハルバレス、レッドソックスの JD ・マルティネスは打撃好調だ。ちなみに得票率63%で初選出された昨シーズン、大谷は投票開始直後からアーチを量産、6月は月間13本塁打を記録している。デースポーツ専門メディア、 ブリーチャーレポートのポジション別ベ,ベストプレイヤー、格付けで DH 部門のメジャー最高選手に大谷が選出された。同メディアは、全ポジションでの現時点の MLB ベストプレイヤーはと特集した。今シーズン、オールスターのファン投票が行われているところだが、実力と人気には明確な線引きがある。オールスターは人気投票だ。 我々は今回、選手の実力を扱うことにすると、人気ではなく、実力で最強プレイヤーを選出すると定義した。その中で両リーグの DH 部門に、翔平大谷を選出。彼のレパートリーから、投手の部分を考慮しなくても、翔平大谷は DH 部門のトップ候補だ、と評価した。昨シーズンを含めて通算59本塁打、 33盗類のデータを紹介し、どちらもメジャートップ10に入ると指摘した。同じ期間で45本類だと25盗類を同時に記録したのは、3類打部門で選出されたガーディアンズのホセラミレス内野手の52本類打、38盗類レンジャーズのマーカス・セミエン内野手、51本類打、26盗類のわずか2選手だけだという。h 部門で大谷の 唯一の対抗馬は、フィリーズのグライス・ハーパー外野手。その上で、打率、出塁率、超打率はハーパーが上だ。しかし、本塁打は9本、盗塁は大谷に比べ13少ないと比較した。d h 部門で最強と位置づけられた大谷だが、投手としての能力も注目を浴びた。2021年開幕以降、防御率は3.31、 ホイップ1.10、脱三振数は予死球数の4.0倍というデータを紹介。100イニング以上投板した投手でこの数字をクリアした投手は、メッツのマックス・シャーザー、ヤンキースのゲリット・コール、ブルワーズのコービン・バーンズ、ジャイアンツのカルロス・ロドンだった。大谷を含めたこれらのリーグ屈指のエース級たちについて、同メディアは彼を C プラス。 並程度の先発投手に過ぎないと信じるアンチにとっては、都合の悪いデータだ、と強調している。さらに、昨シーズン、ナショナルリーグの MVP に選出されたハーパーと、アメリカンリーグ MVP 大谷の MVP 対決は、打撃で互角とする一方で、投手の部分を加味するなら、この対決は翔平大谷の圧倒的勝利になると断定している。イスポーツサイト、 ジアスレチックが大谷翔平にシーズン60発を期待。ジアスレチックは15日日本時間16日にカルリプケンジュニアの2131試合連続出場に匹敵する野球の大記録は起こるのか。7項目について考察するというタイトルの特集記事を掲載し、そのうちの1項目として、 エンゼルス大谷翔平投手のシーズン60本塁打への期待を取り上げた。メジャーのシーズン最多本塁打記録は、ジャイアンツのバリー・ボンズが2001年に記録した73本。大台の70本を打てそうな現役打者として、ヤンキースのジャッジ、スタントン、そしてメッツのアロンソの3人を挙げた一方で、2001年のボンズ以来、60本以上を打った選手が存在しないことを指摘。 そこで、大勢のファンが期待を寄せるアイデアとして、記録ではなく、理論上追い求めることが可能な歴史に向けてみてはどうかと、大谷が元祖二刀流ベイブルースのシーズン最多本塁打記録の60本を打つことを、挙げている。野球の歴史家でデータサイト、スタッツパフォーム社のハード氏は大谷について、もし彼が60本にチャレンジすることになれば、奇妙なことに。 デーブルースの60という数字と一致する。そういうシーズンを送ってほしい。なぜなら大谷とルースの間には、すでにつながりができているのだから、と伝えている。18年のエンゼルス遺跡以降、ルースの記録や異業に光を当ててきた大谷。今シーズンは、さすがに難しいだろうが、異業達成を期待してしまう。